海上挺進部隊とは太平洋戦争の末期に大日本帝国海軍において編成された部隊である。海上挺進部隊は連合艦隊によって1945年5月20日に編成された日本海軍最後の組織的行動が可能な水上艦部隊である。第31戦隊を機関とする軍隊区分である。大型艦艇が相次いで撃沈。 大破、燃料不足等で、航行不能となっていた状態の中、間近に迫っていた、本土決戦に向けて編成された。秋月型駆逐艦、松型駆逐艦、軽巡洋艦、北上、旧式駆逐艦、波風が所属した。各艦は、人間魚雷、回転を搭載する。連合軍の本土上陸作戦が開始された場合は、 結合作戦において上陸中のアメリカ軍を奇襲攻撃する。しかし、船隊は燃料不足のために合同で訓練を行うこともできず、クレコーあるいは屋内付近の偽装白地に係留したまま、やむなく停泊訓練を行うのみであった。日本の降伏により海上停止部隊が出撃する機会はなかった。1945年初頭の 第2本帝国海軍は、霊沖海戦及び多合作戦で、多数の艦艇を喪失し、あるいは損害を受けた。残存した艦艇のうち、大型艦は軍港に係留されて、浮き放題化した。駆逐艦を主力とする、第2水雷戦隊、第31戦隊、第11水雷戦隊は、第2艦隊に所属して、作戦可能であった。4月7日、 沖縄戦に伴う棒の岬沖海戦で、第二艦隊機関、ヤマトが、沈没、第二水雷戦隊も、主力艦艇を失う。連合艦隊はなおも、第31戦隊または第11水雷戦隊の、突入計画を計画中であると言及した。4月20日、大本営は、第二艦隊、第1航空戦隊、第2水雷戦隊を、解体し、空母、 カツラを連合艦隊付属に空母3隻を予備艦に指定する。また、第31戦隊と第11水雷戦隊を連合艦隊付属とした。さらに二水戦残存部隊を第31戦隊に編入した。このうち第7駆逐隊は5月5日に解体され、駆逐艦、塩は連合艦隊付属に駆逐艦、響は新編の 第105戦隊に編入されて、帰還となった。一方、5月中旬以降には、沖縄本島の陥落は時間の問題となり、本土決戦は現実味を帯びていた。海軍の攻撃方針は、すでに特攻作戦が基本となっていた。航空特攻はもちろん、水上特攻、水中特攻、あらゆる特攻兵器が準備もしくは投入されることになった。 大本営海軍部が6月12日にまとめた結合作戦における海軍作戦計画大綱によれば作戦目的は本土に来航する敵上陸船団の下半を海上に撃破地上戦塗装して敵の進行機とを挫折しもって広告を有給に誤持するに在りで作戦方針は以下の通りこの大綱では作戦指導において 日敵の初期来航兵力15師団、選定1、500隻の半数750隻を、地上決戦世紀前すなわち、約10日間に撃沈するため、7月15日までに、特攻機3000機を用意して400隻以上を撃沈。日本陸軍も、同様に、航空特攻で400隻以上を、撃沈。さらに水上特攻部隊も、輸送船団を襲撃するとされる。 前述のように、日本本土決戦と、海軍総特攻下の流れにおいて1945年5月20日、連合艦隊は、第31戦隊、秋月型駆逐艦、和木慶軽巡洋艦、北上と峰風型駆逐艦、波風をもって、海上挺進部隊を編成した。第31戦隊司令官の鶴岡信道、少将が、 海上停止部隊司令官を兼務した。主任務は洋撃機襲作戦という総作戦であった。また、第11水雷戦隊の一部艦艇は、訓練部隊に部署され、舞鶴方面に配備されることになった。第31戦隊には、第17駆逐隊が所属しているが、海軍法術学校の練習艦任務のため、舞鶴鎮守府部隊に編入されており、 海上挺進部隊の編成には加わっていない。また、第31戦隊所属の第41駆逐隊は5月25日より第7艦隊を機関とする津島海峡防衛部隊に造成された。このうち、宵月は6月16日に海上挺進部隊に復帰した。7月1日、第11水雷戦隊司令官は、 高間艦少将から松本武史少将に交代した。この頃になると、日本の燃料事情はさらに悪化、新造駆逐艦の収益訓練すらできなくなった。大本営海軍部は7月15日付で、第11水雷戦隊を解体し、同所属の第53駆逐隊も解体する。11水戦機関だった、軽巡洋艦、サコトキの松型駆逐艦は、 予備官や特殊警備官となり、各軍港で、浮き放題となった。海上停止部隊も、燃料事情のため行動できず、瀬戸内海の呉軍港近海に偽装を施した、状態で係留されていた。7月19日と24日の呉軍港空襲で、内海西部所在の、北上をはじめ各艦とも被害を受ける。7月30日、小沢連合艦隊司令長官は、 国連陳フ司令長官に対し、第2位特攻戦隊司令官に、回転特攻隊の編成を加齢した。回転は25機が準備され、結合作戦警戒加齢発令をもって、海上停進部隊に編入されることとした。結合作戦時の攻撃方法は、母艦搭載した人間魚雷回転を発射することを第一義とした。 回転発射後、搭載母艦自らも砲雷撃を加える、こととされていた。作戦要領としては、主として野戦によるものとし、内海西部の宿島を中心とする行動半径180回里圏以内とされた。海上を停止部隊で最大の艦は、熊型系樹二王艦、北上であった。従来総艦二隻で編成されていた第九戦隊は、 戦局の変化により1942年11月20日付で解体され、2隻は魚雷の一部を撤去し高速輸送艦として運用されていた。このうち北上は1944年1月27日に潜水艦の雷撃で大破した。同年8月中旬に内地帰島後佐世保海軍交渉で回転搭載母艦に改造された。 速力は大幅に低下したが、対空火器を増設した。また水上規模艦、千歳から撤去されたデリックを祈して、用途能力を強化した。1945年1月下旬に改装工事を終えて、連合艦隊付属となり、内海西部で回転訓練母艦として用いられていた。母艦としての北上は回転を発揮搭載可能であった。 海上停身部隊の駆逐艦は、比較的大柄な秋月型駆逐艦と、やや小型の松型駆逐艦と、峰風型駆逐艦で構成されており、各駆逐艦は回転を1から2機搭載した。できるだけ、来航的部隊に近接して、回転を発進させた後、上記の通り停身部隊は、主として、敵輸送船団に、砲雷撃を加えることとされた。 作戦要項をまとめると以下の通りとなる。内海西部予灘北部の当初岬崎を利用し、完全遮蔽する。主として、夜間行動をもって到達し、かつ夜戦を遂行し得る限界以内の上陸点に、対し、敵入り白後航空部隊の攻撃に策をして、作戦するものとし、内海西部岩井島を中心とする行動半径180回里以内と予定する。 各駆逐艦は回転1から2機搭載、北上は8機搭載し、交戦前に極力来航部隊に接近して回転を発射した後、停心部隊は主として敵輸送船団を求め、野戦によって決戦を挑む。使用燃料は兵力の1.5撃分として約3500トンを呉方面に確保する。駆逐艦の回転発進速力は20ノット以上と、 する。搭乗員は着水後35秒にて発動する。発動後、回転は速やかに変身し、発進した駆逐艦の進路から離れること。松型駆逐艦だけの回転搭載例。この場合の搭載数は1機だが、軽巡北上は両側に、それぞれ4機ずつ、合計8機の回転を搭載した。海上停止部隊訓練部隊、ありがとうございます。